ていただけて、あの嬉しく思ってます。もう多分屋内ってのもあると思うんです。あのめっちゃ怖そうだなと思って。いやいやいや、あの人は見た目じゃない。どうも、よみちゃんです。どうも、おはようございます。どう、今日は来れましたよ、ヴィンテージマーケット。来ましたね。いやもう日本最大級のヴィンテージの祭典って書いてます、うん、だから上さん、はい、FJ チャンネルが、はい、独占取材らしいです。マジですか。マジですか、独占取材らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。マジか。ちょっとちゃんとこのイベントの魅力を、はい、見ている人に伝えられるように頑張ります。はい、頑張りましょう。それでは行く前に今日のコーディネート紹介を。はい、今日はですね、はい、ちょっと気合を入れてファースト着てきました。一枚袖のやつですね。結構あのサイズもでかくて、うん、すごいお気に入りの、まあ、一丁だですね。一丁だ。で、まあ、カラーフロッキーのブラックのセットと、あと519、うん、リーバイスの519ですね、のコーディネートパンツのブラックで、靴はまたブーツです。前回と同じブーツです。ブーツ履いてちょっと気合入れていこうかなと思います。そんな感じです。了解です、はい。やばくないですか。今10時でオープンしましたね。オープンした感じですか。はい、っと すごいよ、めちゃめちゃありますね。こうやって一回回ってみます。奥がね、フードブースで。ちなみに、はい、ビールあるらしいですよ。マジ。あ、小部さんいた。あの主催者の小部さんです。あ、よろしくお願いします。VCM 代表、小部と申します。ありがとうございます、本日は。いえいえ、ありがとうございます、撮影させていただいて。はい、あの今回初めてとなんですよね、このイベントが。そうです。結構今まではあの渋谷パルコとか、はい、百貨店とかでやらせていただいたんですが、ちょっとここまでの規模のイベントは本当に初めてやらせていただいて、あのドキドキしてたんですが、まあ、結構たくさんの方に来ていただけて、あの嬉しく思ってます。すごいです。いや、僕も興奮します。欲しいものたくさんありますし、この雰囲気がもうね、好きで本当に。いや、ありがとうございます。本当にたくさんのヴィンテージ好きの方があの来てくださったんで、本当になんかもう皆さんは楽しかったとか、いいものに出会えたみたいな感じだったんで、本当にあのやってよかったなと今思っていて、ありがとうございます、こう来ていただいて。いい、はい、今後も、はい、もしかしたら、はい、開催するかもしれない。一応あの年に2回の予定です。あ、そうなんですか。はい、もう次回もちょっと頑張ってやっていく予定であります。いや、楽しみにします。はい、やった、これまたあるといいなと思って。はい、また必ずやるので、ぜひその際はまたお越しください。あ、ありがとうございます。あ、すごい嬉しい。ありがとうございます。おいきなり、おはようございます。おはようございます。よかった、知ってくれておいて。これもずっと不安だった、ね、あ、ほんですか。不安のまま歩いてて、もう予約いて、あ、よかったと思って。ちょっと見てもいいですか。見ていてください。あ、じゃあちょっと、あ、いきます。はい、早速、すいません。ベストックですね。ベストックのラインナップですね。いや、もう本当に、あ、ちょっとかっこいいなこれ、うん、オンブレのイエローブルーに、あ、リンゴシャツいっぱいありますね。いや、まあ、やっぱりベストックさんやばいですよ、ラインナップ。ラインナップやばいよ。あれ、もうやっぱないよ。なんか聞いてみよう。いや、昨日、はい、あの上げてたファイブブラザーかなんかの白黒は本店の方ですか。あっちは、黒グレーです。黒グレー、あれはそうです。そうすか。でもう一つ黒白があったんですよ、本当は、はい、でもあっちは昨日売れちゃって、こっちでも。あ、そうなんですか。それは告知してなくて。
そうなんですよ。黒グレー今日あるかなと思って。で黒白店頭に今3枚ぐらいでも入ってるんで。はい。いや明日はいないですよ。明日お店行きます。ちょっと行ってきます。どうですか？昨日超忙しくて、本当に休憩する暇がなくて、お店とかだとやっぱり一つの空間なんで出て入ってて、はいはい、その途切れる瞬間があるんですよ。でもやっぱお店が連なるんで、うん、みんな横に流れるじゃないですか。なんで昨日は珍しくそのストップがないっていうか、途切れない感じでかなり忙しかったですね。ガンガン売れる感じなんですか？ガンガン売れました。なんかセカンド買ってくれた人もいたりとかしたり、なんか電話シャットもちょこちょこ高いの買ってもらったり、まあレギュラーとかで本当店出してなくていいのも出したりとかしたんで、その辺もなんかバコバコ売れてきたり。でもまだいいのあるんですけど、はい。あの普通の古着フェスみたいな感じよりも結構みんなゴリゴリのヴィンテージ持ってきてますね。持ってきてますね。その多分屋内っていうのもあると思います。あの屋外とかだと天候によってちょっと用意するもの、もし雨降ったらいいの持ってきてもって感じになっちゃうと思うので、多分屋内なんでみんな全然そこ気にせず来てるのかなっていうのと、いいですね、はい、いいですね。これだけ渡したっけ？すみません。あ、これ僕の名刺なんです。はい、ありがとうございます。今日できたんで。あ、連絡先知ってるけど。僕は渡しましたよね。持ってます、持ってます。そうそうそう、はい。ありがとうございます。お願いします。じゃあまた、はい、来ます。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。びっくりしました。ありがとうございます。ごめんなさい、アクセス。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。めっちゃ頑張ってください。今日初めて。撮影します。いや、今初めて、ちょっと初めて声かけられました。あ、本当ですか。嬉しいです。あ、ありがとうございます。なんか、帰って恐縮です。本当面白いで、もうどんどん面白い動画。もういろんな商品紹介していただいて。ありがとうございます。面白いんで。あ、めっちゃ嬉しい。もうやばいっすね。今日頑張ってください。ありがとうございます。はい、ります、ね、ありがとうございます。頑張ってください。いやあ、視聴者さんめちゃめちゃ嬉しいですね。めっちゃ嬉しいですね。お名前聞きはそびれちゃったんですけど、まあちょっと嬉しかったです、はい、本当に。あそこトゥルーヴィンテージって言って、仙台のヤバい古着屋さんなんですよ。 YouTube でも出てますよね。で、あの視聴者さんにもコメントで、はい、ぜひ行ってくださいって。こんな僕声ガラガラだけど大丈夫です。今日声がガラガラのトゥルーヴィンテージさんです。お堀さんです。めちゃめちゃいつもインスタで見てて、はい、であの行きたいなと思ってたんですけど、めっちゃ怖そうだなと思ってた。いやいやいや、あの人は見た目じゃないんで。そうですよね、はい、いやでもいつもあのブーツ履いて、エンジニアブーツ履いてて、はい、めっちゃかっこいいなと思って最近僕履いてるんですよ。履いてるんですか？僕は今日はあのテコスですけど。あ、でもまあ僕もこのスタイル好きで、はい、お客さん結構こういうスタイル多いんで、はい、仙台来たら絶対ハマります。そうですよ、はい、うわもうやばいです。仙台行きたいですね。いや行きましょう、行きましょう、はい。ちなみに、はい、気になってたんですけど、はい、あれって M や L2B、 こっちが L2B を、はい、これ M ですか？これ M です。来てもいいですか？あ、どうぞどうぞ、はい。あの一応こっちがオキシデンタブ付きの初期型で、はい、こっちがタブが外れた、まあ一応今回は全体6です、はい。でもこっちサイズ XL なんで、こっちはこっちで買ったんですよね。でもこっちだと思います、サイズ。そうですよ、はい。よかった、堀さんに会えて。でも、下タイトだから、最近。M で全然ジャストですよ。まあ、多分、スウェット着ても着れるし、T シャツで着てもかっこいいと思います。そうっすよね。はい、やっぱ MA1 より L2B の方が、はい、あの中綿入ってないんで、そうっすよね、着やすいと思います。はい、いいっすか？めちゃめちゃかっこいいっす。結構、割と新しいやつ。裏がオレンジのやつ、はいはい、それでもいいかなと思ったんですけど、やっぱ着るなら古いのがいいなって思って。これもかっこいい。ボロボロのパーツなんです。僕も負けないぐらいボロです。いやでもボロボロでもいいですよ。やば、これが僕は好きです。いや、はい、よかったです。結構似合ってる。でもこのぐらい愛着持って着てあげたら喜ぶって。ファーストです。ちょっといろいろ見させてください。あ、どうぞ、はい。すごいですね。気さくな方です。そうっすね。めっちゃいいしまんで、ぜひ。ただ俺もう緊張で汗が止まんないです。これがあの G1 になる前のチョコに行きましたね、はい、すごいですね。かっこいいな、かっこいいな。アルミジップでしょ、タイガーカンボでしょ。今こんなすんのこれ、マリンコのカバーオールですね。
バキバキですこれ。鉄塔じゃないの。これ好きで僕着てるんで。ジャングルファティングのパスやばいっすね。やばいっすね。あ、いいっすか。いいっすか。あ、ありがとうございます。3着も入ってるんですか。そうです、たまたま今回、M レギュラー、L レギュラー、L レギュラー、でコンディションはもう完璧です。バチバチですね。はい、コウタさんですね。はい、店長のコウタです。いつも見てます。あ、ありがとうございます。あの今度ぜひ仙台に遊びに行かせてください。ぜひぜひ、田舎ですけども。いや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 、はい、めっちゃいいとこじゃないですか、仙台。お待ちしてますね。はい、はい、あ、すいません。M レギュラーだとでかいんですよね。おー、俺ミディアムショートなんですよ。へー、でかいんですね、 M で。見ました。あ、ありがとうございます。あれ、あ、やばい、恥ずかしい。取材中です。じゃあ、セカンド、今日のスタイリングのポイントは。あ、そうっすね、M652 の中、ペンドルトンのやつで、これトミーのジャケットで、ちょっとどちらかというとアメカジ寄りで。アメカジ寄りで、はい。あ、今日はセブンティーズのクリアノスラックスとパタゴニアのシンチラと、今日はさっきここで買ったこの帽子で、ちょっとアウトドア系組んでみました。肩と合わせて。そうですね。いいっすね。ありがとうございます。どっから来られたんですか。東京の。東京。八王子の。八王子から。ありがとうございます。恥ずかしい。めっちゃ。これ YouTube とか慣れてないから。慣れてないから。恥ずかしい。ありがとうございます。こんな感じでやらせていただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですよね。すごいです。ちょっと今、はい、接客していただいてたんですよ。でもすごくかっこいいです、やっぱり。やばいっすね。いや、トゥルービンテージさんも結構やっぱり男の子が、男の子っていうか僕らが憧れるゴリゴリビンテージがめっちゃあるんですよ。うん、ゴリゴリですね。でもレギュラーとかも置いてるんですよね。レギュラーも、レギュラーそうですね、あります。あります。はい。でもまあイメージはもうゴリゴリビンテージ。ゴリゴリ。まあ、1割、2割ぐらいです、ね。レギュラーが。レギュラーが、はい、レギュラーが1割、2割ですか。最高じゃん。最高っす。お金貯めていくしかないですか。仙台行きましょう。行きましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと回ってみましょうか。はい、ありがとうございます。また来ます。また行く。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。フィートさん、フィートさん、ナイスケン。俺ずっと行きたかったんですよ。じゃあフィートの、フィート、よろしくお願いします。愛知県の大須という場所なんですけども、そこで今16年後の、あのフリギアやらせてもらってて、今3店舗あるんですけども、はい、そこから今日は来させてもらいました。そこからゴリゴリのヴィンテージから結構 T シャツとかスケートものとか。そうです、すごいですよね。そうです。3店舗の一つが90年代のこういうアナインティーズの、あのサブカルチャーを中心したものと、あとヴィンテージのアップステアスというのと、レギュラーのフリディという感じで分けてやらせてもらっているので、はい、今日はミックスしてるんです。ミックスで、はい、3店舗合同で。めっちゃいい。やばいな。ありがとうございます。ちょっと頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあいろいろ見ていこうか、はい、いやー、違う。おショートホーン、リーバイスのショートホーンです。これウエスタンなの、すごくないですか。黒シャもめっちゃあるし、これもこんなに入ってます。じゃあチェットベイカーのやつある。チェットベイカーすごくおすすめです、うん、チェットベイカーの、まあ、歌と、まあ、そのトランペットで、もう僕結構聞くんですけど、T シャツはさすがに買えないです。買えない、うん、マットマガジンもある。いや、めっちゃ欲しい。すごいな。ウタン、ウタンっすね。かっこいい。ジミーズですね。90年代ですかね、ジミーズの。めちゃめちゃかっこいいですね。ヴィンテージもあるし、T シャツもやばい、うん、最近リバースよりもまたこういう古いスウェットにハマってて、
僕今日着てきたんですけど、はいはい、あの60年代のこれブラックのカラーブロッケですよ。これ当時昔かな、結構昔なんですけど、あのダフで買ったんですよ。へー、ちょっとここら辺のこう古いスウェットも、うん、サイズちっちゃくて着てなかったんですけど、最近またありだなと、うん、着てます。でも今日暑いです。汗映ってないです。大丈夫ですか？全然大丈夫です。あるし、アームズさんもあるし、アップアップさんも一番混んでます。めちゃくちゃ。ワンオブゼット。ワンオブゼット。はい。群馬県でやってますね。群馬県。この手刷りのやつがやばいっすね。あのバッドフルサッパーってバンドの T シャツを昔からこのドンロックっていう人が手刷りで作ってるんですけど、いやドンロックしか擦れないんですよ、これは。これが売ってるんですよ。バンド T シャツがいっぱいありますね。いいです。うわ、やばいな。あるあのフランコジックっていうアーティストがすごいっていうのこうとかエクスプとか、はい、よく知ってますね。俺集めてんすよ。マジでこれオッカーと T シャツ、これパールジャム入ってますね。リンガーのパールジャムとか怖いっすね。エクセルすげえ集めてるんですね、 T シャツ。群馬ですね、行きたいっすね。行きたい。まあ、ちょっとドンロックもあるし、やばいです、ちょっとここは。はい、ちょっといろいろ行ってみますか。あとで、はい、聞きましょうか。ちょっとあのバブアーの白タグのインターナショナル、やばいです。もうこれが最初に目に入ったんで、 でかいかな。でも見てよ、めちゃめちゃあるよ。おここ、いや、トライアルマスターのこれもあるよ、古いやつ。ちょっと気持ちいいっすね。来てもいいっすか？あ、どうぞどうぞ。おほほほ、これやばいっすね。これは何年代ぐらいですか？50年代のベルスタックっていうブランドの、はい、まあ、いわゆるトライアルマスターってトライアルマスター、あとはあのインターナショナルと同じぐらい人気のやつ、ね、これめちゃめちゃかっこいいっすね。サイズぴったりっすね。6でここのボタンが取れちゃってるけど、あ、いやこれかっこいいわ。ごめん、色の感じはあったんですか？やばいっすね。ちょっと店長さんにお話を伺って、場所はどこで？は香川県でやってる。高松。そうですね、高松の駅から歩いて5分10分ぐらいのところ。もう全国の古着屋さんが来ていただいてるんですけど、もう四国ってだけでもう親近感が湧いて、また高知の方とかまた帰ろうかなと思うんで、その時はよろしくいただきます。初めて聞いた。これもバキバキですね。たらあれですか、ヨーロッパだけじゃなくてアメリカの古着もどっちも置いてるような。ほんとちょっとだけですけど、アメリカでもちょこっとしてる。30年代でやばくないですか？ニットプロダクトのチャンピオンっす。30年代やばいっすよ。スポーツウェアのブランドチャンピオン、もともとはニット作ってます。多分みんな知らないでしょうね、うん、すごいな、うん、いやでもいっぱいコートとかもあるんですけど、とにかく僕はあのベルスタッフにちょっと迷わせていただきます。ちょっと飯食いながら考えましょうか。はい、ちょっともうまた来ます。了解です、了解です、待ってきます。じゃあ昼、ちょっと遅めの昼ですけど、そうです、昼休憩、昼休憩。これはタイのカレーにしました。マスタマンタイ、やばくないですか？うまそうだな。いただきます。うまいっす。タイの味です、タイの味。じゃあまた、はい、引き続き、はい、お願いします。引き続き午後も頑張ります。ずっと会いたかったんですよ、ね、嬉しいっす。
いや、でも見てくれたことあるんですか。やってまーす。やってます。古着屋さんでーす。皆さんも大人気の古着屋のキューティーのユミです。